今日はコーヒー鍋焙煎ですね。久しぶりの鍋焙煎なんですけど、もう10月18日かになって、もうね、10月後半になってきて、やっと今日から気温が下がってきて、コーヒーが美味しくね、飲めるような季節になってきたかなと、思います。そんな中でね、今日は今年の春先ぐらいでしたかね、このスタンプタウンコーヒーと、日本だとパドラーズコーヒーっていうのが東京にあって、そこが唯一かな、スタンプタウンとこう直接取引してるコーヒー屋さんなんですけど、そこのこのルワンダの、シングルオリジンなんですけど、フイエマウンテンっていうルワンダの、地区があって、そこのコーヒーを買ってこれ飲んだんですけど、すごく美味しくてびっくりしました。スタンプタウン、サードウェーブなんで、浅煎りなんですけど、浅煎りでね、なんて言うんだろうな、酸味だけがこう勝ってて、というわけでもなく、香りがあって、でね、酸味があるんですけど、こう、コクもあり、優しさがあって、美味しいなぁと思いました。で、ちょっとね、もうゴリゴリの浅煎りで、センターラインも残ってて、シワも寄ってる、コーヒー豆なんですけど、これをね、なんとか鍋焙煎でできないもんだろうかと 思いまして。で、これ裏見るとですね、いろいろ書いてるんですけど、ここにデビット、ルバンザンガ、ルバンザンガボっていう人の名前が書いてあって、で、この人がフイエマウンテンのウォッシングステーションを中心にこう活動してる、人物なんですけど、 その人が関わってるこのルワンダフイエマウンテンで、それをちょっと調べてみると、こうやってコーヒー屋さんのサイトで出てきたんですけど、ルワンダですね、で、ウォッシングステーションっていうのがあって、4つのエリアがあるらしいんです、フイエマウンテン。で、学校農園、全部ブルボンなんですけど、ね、デイビッド・ルバン・ザンガボ、フイエ、あと、ソブ、これもデイビッド・ルバン・ザンガボさんがやってる、コーヒーステーションで。で、あとの2つはね、このデイビッドさんはやってないんですね。なので、どちらかの、コーヒーの農園だと思うんですけど、どちらかとは書いてないんですよ。なので、今回学校農園の、ルワンダフイエマウンテンを焙煎するんですけど、多分これじゃないかなと勝手に思ってます。で、これを、スタンプタウンの、ように鍋で浅煎りできるかどうかっていう、動画になります。ちょっとお楽しみにされてください。では、早速スタートしていきます。イメージ的には8分台、本当はね、7分半から8分の間に1ハゼっていうような、焙煎機を使うとそれぐらいの、時間がいいとは思うんですけど、鍋だとね、どうしてもちょっとムラが僕出るんじゃないかなと思ってて、もう少し遅めになるのかな、8分から8分半の1ハゼで、1ハゼになって、30秒から45秒で、1ハゼ途中で上げるっていうイメージで、ムラをまず出さない、きれいに、均一に上げるっていうのと、浅煎りでちょっと下手するとですね、もうただ酸っぱいだけのコーヒーになってしまいます。なので、浅煎りという焙煎をちゃんとするっていう鍋でね、意識を、ちょっと持ちつつですね、早ければいいっていうふうにしないように、やっていこうかなと思います。では、火はね、ちょっと普通より弱いんですけど、強いとね、やっぱりそのムラが出がちなので、ちょっと様子見ながらやりましょうか。160度になってたんで、入れていきます。スタート。
豆はフーエマウンテンルワンダ 240g です。上がりを大体240、あ、じゃないや、200、上がりを200イメージでできればなと思います。まあ、さっき村の話したんですけど、村、焼き村ですね。うん、鍋焙煎やっぱ出やすいと思います。で、それを起こさないようにするためにはというか、起きてしまう原因ってやっぱりこう火が強い、温度が高すぎる序盤からっていうのが大きな要因だと思います。で、これをチューブ化や深入りにするんだったら、結果的にこう最終的にですね、煮ハゼまで入れて、まあ、大体均一にはなるんですよね。58、1分。ただ浅入り、中入りで揚げたいっていう時には、一ハゼで終わるので、どうしてもその焼きムラっていうのが分かりやすい、見えやすい状況での火入れになっていくので、そこはもうきちんとこうチェックしていかないと、うん、出来上がりがちょっと残念なものになってしまいますんで、今日はまず綺麗な焼き上がりで、浅煎りで豆にこうまだシワが寄ってて、まあ、センターラインもちょっと見えるようなイメージだと、鍋焙煎の浅煎りとしてはいいんじゃないかなと思います。2分87にします。以前の動画でもこう香りのいい焙煎はこれだっつって一回上げた動画があるんですけど、これはね、中入り以降、中部か深入りはね、すごくいいと思います。そんなに長い時間かけないで仕上げていくので、フレーバーが残っていい鍋焙煎ができると僕は思ってるんですけど、浅煎りに関しては多少ちょっとこう最初からやり方を少し変えていかないと、いくら豆のポテンシャルが高いスペシャリティでも、3分107ちょっといい出来上がりにはならないんじゃないかなと思うんですね。なのでこう鍋焙煎でできるすごく美味しいスペシャリティコーヒーの浅煎りっていうのを自分でこう模索していかないと、うん、完成できないかなと思ってます。ナチュラルなのでこの豆がね、そういうムラがまあ起きやすいって言ったら変ですけど、出やすいかなとはちょっと思うんですね。なのでそういう部分でも難しいところはあるんですけど、4分で128、選挙カーがうるさいです。ね、秋になっても柿も出てきて、柿酢もね作る方多く、毎年なんか増えてるような気がします。柿酢は柿酢でね、またちょっと今後やりたいなと思うんですけど、
今回というかね、この最近はこのルワンダをうまく鍋焙煎したいなと。5分で142です。ちょっと低いかな、あんまり上げたくないんですけどね。ちょっと行きますか。あんまりのんびりしてるじゃないんだよね。まあ5分から6分の間で、色が変わっていくタイミングになると思います。豆のね、イエロー。で、香りも青臭い感じがまだするんですけど、だんだんとこうコーヒーの焙煎の香りがしてきまして、立ってる煙も水蒸気が蒸発する、まあ湯気みたいな感じのものから、焼かれているこう煙っていうんですかね、そういう形にこれぐらいで変化していきます。163、6分で163。普通の豆つったら変ですけど、普通のやり方だと175ぐらいはここで目指してるんで、まあ12度ぐらい現状低いですけど、それぐらいの方が、最終的にきれいに仕上がるんじゃないかなっていうのと、美味しい豆のコーヒーが出来上がるはずです。ルワンダ特有のね、すごいいろんなこう果実味だったりチョコレートだったり、7分で180にしましょう。で、8分台で多分一ハゼが来ると思うんですけど、一ハゼ来たらちょっと火を弱めます。ロースドよりやっぱりナチュラルの方が音がこう、一ハゼのハゼる音ですね、がちょっと低いですね、分かりづらいっていうのと、鳴る温度がちょっと低めかなと思います。高くならないとならないかなっていうイメージがあります。180、90、8分で190、今パチンってなりましたね。なりました。ちょっと今火を弱めます。まだ馳せてるっていう感じじゃないですね。もう少し、ちょっとくぐもった感じですね。これでしようか。45秒、一ハゼなので、ここから30秒で、9分15秒、45秒で9分半、192、9分、センターラインはね、結構消えやすいみたいですね、これ。これで、1ハゼから1分経ちました。ちょっとね、茶封がついてるから、
消火10分8秒200度ちょうどですね。よし、入り上げます。はい、冷めました。どうですかね、画像の方がね、なんか濃く見えます。実際の方が少し明るめに見えますね。で、シワも豆に寄ってるし、センターラインはね、多分このスタンプタウンよりは残ってないと思うんですけど、感じとしてはね、すごい似てます。ここはどうだ、こうやられてもか、あ、ちょっと入っちゃったしね。これで美味しくなりました。で、グラムですね、240木豆だったので、上がりがこの 1.指数でね、1.16 か7ぐらいかな、7までいっちゃうとなんか中入りっぽいなと思っちゃうんですけど、209。で、240÷9、209で 1.1483。 お、いいですね、1483。なかなかゴリゴリ系です。 209.5 になった。じゃあこれをサクッと早めに入れてみます。フィルターはアバカですね。豆が2キャップ半、これがスタンプタウンのヒューマンテン。綺麗ですね、やっぱり。で、こっちが今焙煎したフィエマンテン。こっちの方がやっぱね、まだ浅さを感じますよね。センターラインもしっかり残ってるし。もうちょっと早く上げればこうなるのか。もう一回ね、またなんかより良くなっていければいいなとは思います。ちょっとコーヒーをテイスティングしてみますね。ではいただきます。美味しい、いいですね。もちろんね、酸味も立ってるんですけど、こう果実、なんていうの、シトラス系の酸味っていうんですか、爽やかさと、ちょっとこうショコラっぽいくぐもった感じのニュアンスがちゃんと出てて美味しいです。で、僕こっちのスタンプタウンの方を飲んでびっくりしたのが、よりね、今焙煎したやつよりね、よりなんつうんだろうな、ナッツの香り、バニラの香りっていうのかな、それをすごく感じて、でチョコレートとね、すごい合ったんですよ、一緒にこう食べて飲んだ時に。それが本当にうわーと思って、こんなサードウェブがあったんだと思って、でルワンダいろいろ探してみて、やっとこう加工農園を見つけたんですけど、もっとねこれから理想に近づけていければなと思います。鍋焙煎でも全然美味しくできるなと思います。なので今日はルワンダウィエマウンテンの朝入りで鍋焙煎をしてみてみました。長々とありがとうございました。ちょっとねおまけなんですけど
これモンブランなんですね。あの吉祥寺のアテスウェイっていうお菓子屋さんのモンブランですごいね人気があるっていう話で、僕ね食べたことなかったんですけど、今日ちょっとルワンダと一緒にいただきたいなと思います。どうなってんですかね、切るといきます。ちょっとねあのふわふわではないです。表面のこのモンブランのクリームがね結構硬いです。あ、こういう感じですね。これはね、うん、栗の風味のあるクリーム、生クリーム系、こちら多分栗のペーストですね。でさらにこの栗、こことここはね多分違うはずです。生地が、あ、素材が、うん、一緒かな、ここで一緒になってますよ。あ、違うね、違いますね。で下がねタルト生地かな。あんまり分解しながら食べるのね良くないですけど、ちょっとクリームいただいてます。いただきます。うん、うんうん、こんなに大きいのにね全然重くないんですよ。すごいな。で下はねタルトじゃないな、ビスキュイっぽいのかな。あ、メレンゲっぽいですね。あのダクワスっていう焼き菓子のあの表面みたいな感じ。結構あのモンブランだと下をタルト生地だったり、こうパリパリのフィユテっていうのかな、ね、あのミルフィーユ状のものを使ってきたりするところが多いんですけど、ベスキュイだじゃないや、卵白系のアタスです。うん、おいしい。うん。でね、酸味のあるこのフィエマウンテンの浅煎りが甘いお菓子とねすっごい合うんですよ。びっくり、本当にびっくり。こっちのしっかり感を受け流してくれるんですね、きっと。うん、でもこのモンブランはコーヒーよし、紅茶よし、ワイン、シャンパンよし、アルコールもよしですね。こんな形、美味しい。ね、あの皆さんもぜひチャンスがあったらフイエマウンテンに甘いもの合わせてみてください。ぴったりです。